クリフォード・マイケル・カーゾンはイギリスのピアニスト。カーゾンはロンドン出身。本来の姓はシンエンバーグ。王立音楽アカデミーに学ぶ。1923年にプロムスで公開デビューを果たし、ヘンリーウッドの式でバッハの三代のピアノのための競争曲を演奏した。1928年から1930年までベルリンに留学してアルトゥール・シュナーベルに その後パリに留学して、ワンダランドフスカとナディアブーランジェにも支持、欧米各地で演奏活動に取り組んだ。カーゾーンは、ペルシャの史上にてなどで有名な作曲家、アルバート・ケテルビーノーであり、ソプラの歌手、マリア・チェボターリが39歳で、ウィーンで亡くなると、二人の意地を引き取り、養子にした。1977年に、ナイトにレスせられた。世界的に、特に、 モーツァルトやシューベルトの解釈で有名である。また、青年時代は、近現代の音楽の擁護者として知られており、レノックス・バークリーのピアノ・ソナタは、カーゾンに検定されている。録音嫌いで有名であり、レコードは、聴衆の判断基準となるべきではないとの持論であった、ため、生前のレコード発売は少なかった。しかし、かなりの量の未発表録音が残されたため、それらは、 死後にリリースされている。指揮者、ピアニストのダニエル・バレンボイムは、カーゾンについて、音に対する非常に個性的な感性を持っていた。特に、モーツァルトと、チューベルトではそうだった。彼はピアノで鐘の音のような響きを生み出した。また、彼には、ワンダランドフスカに学ぶうちに発達した、ほとんどある、種のこだわりとさえ言えるほどの独自のリズム感があったと、述べている。さあ、 クリフォード・カーゾン・ファインドエーグレーブ・バレンボイム96ページありがとうございます。